流行シーズンに入ったインフルエンザの患者数が県内で注意報レベルを超えました。昨シーズンよりも2週間ほど遅いということです。静岡県内のインフルエンザ定点あたりの患者報告数が 17.66 人に増加しまして、注意報レベルの基準値定点あたりの患者報告数10人を超えました。県によりますと、先月31日から今月6日までに確認されたインフルエンザの患者数は2455人で、1医療機関あたりの患者数は 17.66 人となり、注意報レベルとされる10人を超えました。去年は A 型と B 型のウイルスが混在していましたが、今年は 98% が A 型です。また今シーズンは昨日までに県内の幼稚園や小中学校、高校などの27施設で学級閉鎖となっています。このうち静岡市の静岡東高校では昨日から1年生が学年閉鎖となっています。今月7日の冬休み明けから流行が広がり、昨日学年閉鎖になったということです。県は2月末までは流行が続くとみていて、手洗いやマスクの着用など注意を呼びかけています。